美しい。じゃが誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい、誰を呼んでおる。もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。堀周りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。くう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。忍び殿、音を立て。
ありがたいや、ありがたいや。今後、お父さん、ありがたい。